はい、私は今、宮古島市内にあるホテルの室内にいます。先ほどまで細かい雨が降り続いていたのですが、現在は止んでいます。こちらの部屋からも確認できるのですが、街路樹などの木々が大きく左右に揺れるほどの強い風が吹いています。また、室内にいてもゴーッという音が聞こえるくらいの強い風も時折吹きつけています。 このような状況ということもあり、町には昨日からほとんど人の姿は見当たりません。宮古島は今日未明から風速25メートル以上の暴風域に入っていまして、朝から細かい雨が降ったり止んだりしていて、依然として強い風が吹きつけています。30分ほど前まで雨風ともに強まっていたのですが、現在は少し落ち着いていて、空も少し明るくなりました。私たちが泊まっているホテルでも、 建物の中に雨や風が入ってこないようにするため、正面玄関やホテルの別館に続くドアをすでに封鎖していまして、レストランの入り口には土納が積んでありました。また、これは東海地方ではあまり見かけない様子なのですが、強風で物が飛んできて、1階にある大きな窓ガラスが割れないようにネットが張られていました。台風2号はこの後、震度を東寄りに変え、沖縄本島方面に接近しますが、 気象庁は宮古島を含む先島諸島は今日夕方にかけて暴風に警戒するよう呼びかけています伊藤さん、ホテルの方も対策はしているようなんですけれども、はい、宮古島の皆さんは台風に向けて備え、はい、対策などをされているんでしょうか、はいえっと昨日から街の人に話を聞きますと、ええ、台風に慣れているとはいえどやっぱり台風に備えて食材を確保したり 先ほどホテルの対策にもありましたが、窓ガラスが割れないようにネットを張ったりといった事前の準備はしっかりされている印象でした。今回も島内の一部のスーパーではパンや卵がなくなるなどといったところもあり、島民の皆さん慌ただしく備えをしている様子でした。